東京五輪卓球男子団体3位決定戦が6日に行われ、水谷隼32イコール木下グループ、丹羽孝希26イコールスベンソン、張本智和18イコール木下グループで臨んだ世界ランク3位の日本は、世界ランク4位の韓国と対戦。3-1 で勝利し、銅メダルに輝いた。日本は前回リオデジャネイロ五輪の銀メダルに続いて2大会連続でメダルを獲得した。第1試合のダブルスで水谷、丹羽のレフティーペアが 3-1 で世界選手権優勝のイサンス、チョン・ヨンシクのペアに勝って勢いをつけると、第2試合のエース対決で張本が 3-1 でチャン・ウジンに勝利し、銅メダルに王手をかけた。第3試合は丹羽が 0-3 でチョン・ヨンシクに敗れたが、第4試合で水谷が3-0でチャン・ウジンに勝利して銅メダルを決めた。